はい第2アドベントのメッセージということで、えー、今日もここからしたいと思うんですけどもあの第1アドベントのメッセージを見てですねちょっとねあのー、反省反省じゃないけどもちょっと固い硬いなというか何だろう、あのー、ちょっとかっこつけかっこつけじゃないなあのちゃんとやろうとしてるっていうのがちょっとねなんかねあれなんで、えー、なんかねちょっとねあのー、本調子じゃないというかあれです、ね、クリスマスでちょっとこう。 今日もこれもねちょっと脱いでやろうと思うんですけどもあの何が言いたいかというとですねちょっとあのちゃんと何かいいこと言おうと思ってバイブルトークの時のあかねちゃんが <laughs> あの状態に近い感じがあったのでちょっとこれ今日からですね、えーまあ、キャプテンスのアドベントークということでちょっとあのメッセージよりももうちょっとバイブルトークに近い感じの,あのラフな感じで。 お話つっても今日とあと来週で2回しかないんですけどもえー、したいと思いますまあ内容はね、あのーまあ、続きなんですけども前回えー、アドベントとのメッセージということでマリアとヨゼフの信仰についてね話しました、えー、高津保育園でねあの昨日おとといかな昨日か、えー、お話して今度は第2アドベントでは博士3人の博士の今度ね冒険について 冒険ね最初は信仰ってかっこいい次には、ね、冒険ってかっこいいって話をしたんですけども3人の博士マタイの2章の1節から12節のところに書いてありますねで東の方でその星を見たのでクリスマスツリーのの一番上のこれですねこれ星を見たので拝みに参りましたって書いてある3人の博士でこれ3人っていうのはそもそも3人かどうかって書いてなくて3つのえ何、ー、か黄金入行 持つ役この3つのプレゼントがあるから3人じゃないかって勝手にあれしてるんだけど3人がどうかは分かりません。えー、でこの「博士」っていうのもまあ科学者というよりも「マゴス」「マギ、えー」なんかねこれね英語で言うとね「マジック」「手品」「マジック」の語源らしいんですけどもそういうちょっとねあのー、先生術とかいろんなちょっとこうそういう、えー、当時のまあ科学者でもある、ね、理系。 男子ですよねのまあ3人がどうかわかりませんけども彼らが、まあ、彼がやってきたと。でねあのこの3人名前がちゃんとありまして黄金を持ってきたのはメルキオール一応あの青年らしいです。で入稿を持ってきたのがバルタザールって言ってこれはちょっと少年というかねおじさんね。で 持薬役を持ってきたのがカスパールと言ってこれは老人の姿をと言われているとでそれぞれがメルケル黄金は王様入皇は神に捧げられる祈りで持ち役は十字架の死というのを表しているところですけどもこれあれなんだよねこれマね「マギねマギマゴスマギっていうんだけどもあれですよエヴァンゲリオンに出てくるんだよねエヴァンゲリオンの ネルフの本部にあるコンピューターがこれ面白いですちゃんとメルキオールバルタザラズカスパルト3つの人格を持ったコンピューターがあのこの三賢者のあのから取ってあるマギシステムっていうのが確かあったと思うんですけどもまあねあのそういうの,あ,のありましてでじゃあどこから来たかと言いますとペルシャのあたり当時で言うとまあ今で言うとか。 当時も何て、ねえー、なぜかってペルシャのねゾロアスター教とかその辺の、まあ、バビロニア地方でねイエスの時代だと言うとバビロニア地方と言われる、まあ、ここがイスラエルとかあのだとするとそっちから見てこの辺 <laughs> この辺ですよねこの辺からやってきたから、えー、相当遠くから来たんですよ。 先生術師じゃないですか星を見るねあのね最近もほらなんか火球が飛んできたり何とか彗星があったりあとほらはやぶさのあれがあったり星を見る、ね、星好きな人っていると思うんですけども理系のそういう星見る人たちって見て観察してあすごいなってなるじゃないですか、ね、研究する。でも彼らはそれだけじゃなかったんですね。天文学者がが見てすごいあの星がすごごいいな星 って思っただけじゃなくてその後あそここまで行こうと思ったのつまり今で言ったら天文学者が星見つけてね俺宇宙飛行士になろうって思って宇宙飛行士になってその星まで行ったぐらいのちょっと言い過ぎかもしれないけどもそのぐらいのだから理系なんだけども冒険家でもあったっていうね、えー、そこがすごいなと思うんですよね。見て見ててつけてあ 星がねあのー、すごいめ珍しい星が出てきたなだけでなくてそこに行こうっていうそういう思いっていうのは本当にね、えー、ですすごくこうかっこいいなと思うんですよ。私冒険家、あのー、志望でしたので今でもそうですけども私あのクリスチャンとしてのクリスチャン冒険家のつもりでいますので、えー、昔からねそうだったんですけどもなんかね私理系じゃないんですけども理系で 冒険家って多いんですよ山登りする人って大抵ね大抵じゃない山登りする人の中には割と理系が多くて、えー、お医者さんだったり研究者であったり私の友達にもねあのそういう理系の技術者であったりそういう人多いんですけどもなんか冒険心持ってるんですね。でなんでじゃあ彼らの場合ですけどただの冒険私のね山登りなんていうのはそんなあの山があるじゃないですか山があって。 で山があった時に今日そうだ今,日今朝あの横浜大輔さんがメッセージでねあの私も昔前メッセージでた山があると、ね、山を見てどう思うかって人によって違うと思うんですよ。のかあた山だ大変なものとか人もいるんですけども冒険者っていうのは山があるとあ,のあそこには何があるんだろうこの山を越えたら何が起こるんだろうってそういう考え方をしちゃうちょっとね あの危険な人たちなんですね。で山をこう越えていくじゃないですかそうすると大抵その山の上まで行くと次の山が見えるんですよその山が頂上じゃなかったそうするとどう思うかってああ駄だもう帰ろうって思うんじゃなくてあそこに行ってみようって思うのがこの冒険者なんです。えー、じゃあなんでそう思うか私の場合はあのねあのどん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 難しい山に日本だったら普通の夏山から冬山に,冬山,に冬山行ったらこの日本の一番高い山ね。 富士山も、えー、登ったら今度はもっと難しい山にそして日本から今度は世界ヒマラヤに登ろうってなっていくるんですけども山よりも何よりももっと大切なものこの3人の博士にとっては星よりももっと大切なものを見つけてしまったので彼らは何ヶ月何年かもしれないもしかしたらね今と違ってラクダですからラクダに乗って。 遠遠い遠い東の国から何日も何日も何ヶ月も何年ももしかしたらかけて命がけで人生もかけてやってきた何のためか予言されていた王が誕生した私たちの救い主が誕生したそれを本気で信じたからそこに会うためにそれを見たいそれを知りたいと思って冒険に出たんだと思う険をすは 私たちにかかってますただねあっいいな自分もああなりたいなあそこに行ってみたいなテレビとか見てねそう思うだけなのか、まあ、テレビでね見るだけなのか本当に自分の足でどこに行って自分の目でそれを見たいそう思うのか、えー、クリスマスマにはその冒険が見していますええー、今年ねコロナでなかなか外に出れなかったり冒険するにもね いいいろいろ制約がかかるかるももしれませんんけどもそななこと関係ないですえー、私は今年ねあの最初に、まあ、YouTube も始めたんだけども YouTube だけじゃなくてもっと日本全国回っていろんなところでねあの海賊団の働きをするつもりでしたしそのオファーもあったんですけどもあのコロナで全部なし,なしになってで冒険のねあのこう夢が絶たれそうになったんですけども冒険がそこでやめないんですよ。 じゃあ,どうしようじゃあ YouTube あのど,うしてどうやっていいか分かんないしあの動画編集の仕方も全く分かんなかったんですけども俺は毎日配信するっていうそういう冒険に、えー、別に誰にも言われたわけでもないです自分で勝手に決めて、えー、奇跡的にまだ続いてます、えー、編集もあのスマホでしかできませんけども、えー、やってます一番の冒険家というのは イエス様です神様がこう天にいらっしゃる神様がこの地上にねよく映画でほら王様がこう「こじき」のね「こじき」って言っていいのかなとにかくその逆転するようなねそういうあるじゃないですか神が人になるっていうのはそれ以上のものですよね全能の神が何でもできる本当に世界を作った神がしかも何もできない赤ん坊になってしかも このね博士の話でありますけどもヘロデオに殺されそうになるそんな危険を冒してまでこの地上に来てくださったイエス様、えー、クリスマスはこの冒険に満ちています今年ねあのコロナでいろいろ制約があったとしても私たちには冒険は止めることは止めな止めることはできません、えー、どんな形でももちろんマスクと手洗いうがいを忘れずにいちいちこれ言わなきゃな面倒くさいんだけどあの忘れずにちゃんとルールは守って、えー 冒険したいいと思います別に外に出ただけではないテイホームでも冒険できます。GoTo、えー、しなくても冒険できます。一番の冒険は、こんな前回も見ました、信仰です。ということで、えーまあ、こんな感じであの言いたいことを言って、えー、配信するっていうのが、なんかこうね、一番性に合ってる感じなんで、また来週も、えー、キャプテンスのアドベントークということで、あのー、怒られなきゃいいですけども。 やっていいいきたいと思いますクリスマスイブのメッセージちゃんとしますので真面目にいつも真面目ですけど真面目にやりますのでそれではまたごきげんよう。